じゃあ今日は最後ですね、第11回 B さん、勉強会ということで、上位5回後の、まあ、抽出と題しまして吉田が発表します。まあ、こちら参考文献です。まあ、シソラスを作るとか、まあ、上位5回後を抽出するっていうので、まあ、調べたのがだいぶ前なんですけど、まあ、例えばこのような、文献あの、まあ、の文とかがあります。でまあ、今日は、まあ、毎週言ってますけどあれなんですけど、まあ、なんか時間がなくて、なんかある講義 の出したレポートをそのままなんか今日説明するっていう感じでなって、まあ上位5回合をまあ抽出しようみたいな話をしたいと思います。でまずシソラスってものは何なのかっていうのを、まあ、おさらいしておきますと、まあ、意味の上位階関係とか、あるいは同義語の同義関係を中心に、まあ、語を体系的にまとめた辞書で、今回はその、まあ、講義の課題で作ったもので、まあ、特許文書から、まあ、上位階関係における、まあ、シソラスを、まあ作ってみたよみたいな話です。で、まずその、まあ、先行研究ってわけじゃないんですけども、まあ、まあ、抽出する上で、まあ、いろいろやり方ありますけども、まあ、一番古典的で、まあ、でも、まあ、まあまあ、よく知られている方法としては、この定型表現、手がかり語に着目して、その前後の、まあ、上位語、下位語を持ってくるというものがあります。例えば、ないないなどの、などのといった、ないないのような、みたいなので、例えば、A や B などの C ってなったら、まあ、C が上位語、もしくは、まあ、上位概念とか言ったりして、で、A や B が、まあ、下位語ですね。まあ、みたいな、そういう、そのようなものを、まあ、形態素解析して、まあ、持ってくるみたいな、手法があります。で、まあ、安藤さんとかは、まあ新聞記事から、まあその自動抽出を行ったと、まあ、これは上位概念をいくつか絞って、まあ、下位概念の方を、まあ、自動抽出を行うというものになっています。で、南波奥村さんたちは、これを、参考にして、でこれを特許 のデータベース、まあ、特許文書ですね、それに、適用したところ、といったとか何々のようなっていうのは、まあ、ノイズが多く、件数も少ないということで、まあ、ないなどのだけを、まあ、で十分抽出できるのではないかということで、まあ、それらについてだけ、まあ、ノイズ分析して、まあ、改良案を提案しました。まあ、でも、まあ、僕は、まあ、といったとか、まあ、といったは本当に件数も少なかったんですけど、ないないのようなっていうのは、まあ、ないないなどと比べて3倍くらい、まあ、3倍も違うといえばあれなんですけど、まあ、文の数としてはまあ多かったので、まあ、それについても、まあ、ちょっと分析したいなということで、まあ、今回そういったものを分析したものになっています。で、他にも機械学習ということで考えると、系列ラベリング法っていうものがあります。まあ、これはあるラベル付きの教師データ文があって、そこに、まあ、あるラベルを、まあ、いろいろつけるんですね。まあ、今回はあまり説明しませんけど、で、まあ、それを教師データとして使って、まあ、それで上位5回合を持っていくっていうものがあるんですけど、まあ、まあ、教師データに、まあ、依存することが、まあ、懸念されることがあります。まあ、別にそんな、まあ、シソラスでその完全性を求めるとか、そういった意味では、まあ、まあ、そういったあれでもないですけど、まあ、まあ、そういう懸念されることがあります。で、まあ、今回はまだ古典的な方法で、ないないなどなど、などのないないのような、で、今回まあ、その時の講義の先生の提案で、ないないとしてはについのを手がかりとして、まあ、シソラスを構築して、それぞれが、まあ、どういったノイズを 持っているのかってことを、調査してみました。で、まあ、シソラスの自動構築なんですけども、まあ、簡単に説明しますと、まあ、一文ごとに読み込んで、まあ、手がかり語がその文値にあれば、まあ、そこで前半と後半に分けて、まあ、文を分割して形態素解析を行う。で、手がかりの語の前後が、まあ、名詞であれば、まあ、それを抽出する、まあ、上位概念とか下位概念とかを抽出するということになります。で、まあ、名詞の前に形容詞、特に下位概念ですね、なんか A や B などの、例えば適当言いますけど、暖かい C みたいなのがあったら、まあ、それは、まあ、その形容詞とかを飛ばして、その次の C を問いとしてくるみたいな感じにしています。で、下位概念の抽出において、で、例えば、まあ、さっきの A や B みたいな感じですけど、やとか点とかで、まあ、挟んで名詞が連続する場合は、その名詞もまあ抽出するという感じになっています。で、まあ、何々としてはっていうのは、まあ、A としては B や C があるみたいな感じになっているので、まあ、後半部を下位概念として抽出。で、それ以外は、だから逆ですね。後半部を上位概念、前半部を下位概念、
まあ、何々のようなっていうのも怪しいんですよね。けど、まあ、A のような B や C ということもあれば、 A や B のような C みたいないうこともあるんですけど、まあ、今回はまあ都市ツアーだけを後半部を海外年として抽出すると。であと、まあ、例えば例とですけど、次のようなみたいな、まあ、こういったものが、まあ、形態素解析すると、まあ、出てくる場合があって、まあ、こういったようになんか明らかにそのストラスを構築する上で、まあまあ、明らかに不要なその手があの文では、まあ、抽出を行わないと。で、まあ、次に書かれている文は、まあ、説明するよりも多分こっちを見てもらった方が分かるんですけど、例えば関節炎のような種々の炎症できて、まあ、これは、まあ、上位概念が炎症で、下位概念が関節炎なんですけども、このように種々のっていうのが挟んでくる場合もあるし、まあ、普通に挟んでこないで関節炎のような症状の治療みたいな来る場合があって、まあ、この辺の判断がなかなか難しいというものが問題があります。で、まあ、今回は、まあ、これちょっと作ったのがだいぶ前なんであまり忘れてるんですけど、まあ、パーッとデータ見て、まあ、直感的に、まあ、上の方の、パターンが多いかなと思ったんで、まあ、今回はそちらの方を、いわゆる名詞が来て、のが来て、名詞が来たら後の方の名詞の方を上位概念として抽出するというものことを行いました。はい。で、次にノイズをどのように分類するかってことなんですけど、まあ、T1 がまあ一番まあ、問題なくストラスとして使えると。で、T2 なんですけど、これはですね、例えば結構機械とかあるいは材料とかでこうあれなんですけど、例えば A や B などの部品1みたいな、なんかこういう図番号みたいな含まれてる場合があって、まあ、そういうのもまあまあ、ストラスとしてはまあ使えないんですけど、まあまあ、ある程度合ってたということで、今回こう T がまあ大体まあ、まあ、今回はまあ合ってるというか、まあまあ、結局 T1 だけ見ればいいんですけど、まあ、一応まあ、大体お寄せいいだろうということで T というものを使っていて、まあ、T さんも、まあまあ、似てるの話ですね。まあまあ、結構これ適当に作ったんであれなんですけど、でも、まあ、T2、T3 という感じにして、で、あと、まあ、こっちは、まあ、F の方は完全に間違ってる。F1 は、まあ、そもそも上位関係を表す文ではないってことが、まあ、あります。まあ、F1 はそのようにして、F2 は、まあ、表してるんだけど、その抽出する箇所が間違っている。上位概念、下位概念ともにそこの抽出箇所が不適。F3 は、上位概念の方が不適。F4 は下位概念の方が不適。で、まあ、F5 は、まあ、これはちょっと、まあ、僕が適当にやってあれなので、多分前処理とかをきちんとすれば、まあ、対策できると思うんですけど、まあ、記号とか句読点とか含むので、まあ、ちょっと適切に抽出することが、まあ、できなかったっていうパターンで、 F6 はその他のエラーっていうので、例えば、そもそも形態素解析の段階でその形態素解析が間違っているっていうパターンとか、あるいは、判別困難なものっていうのは、例えばA や B などの問題と書くときがあって、で、じゃあ問題のその下位概念っていうのはちょっとその判別することがなかなか難しいというか、まあ、そういったものは、まあ、F6、ということにして、まあ、このように、まあ、どういうエラーがあるのか、まあ、特に重要なのはこの辺ですね。この辺が、どういう手書き語だったら、どういうその苦手があるのかみたいなのを今回は、まあ分析しようということになります。で、まあ、実験結果なんですけど、まあ、先生から提供された1990年の特許文書999件を、に適用してみました。で、得られた概念値のから、まあ、手がかり ごとに、100個の概念値をランダムに抽出して、まあ、そういう人手で、まあ、人手って言っても僕は一人だけなんですけど、それを正解、異常および、まあ、異常種類を別に、まあ、分類した。まあ、これも本当は何回か繰り返して平均取らなきゃいけないんですけど、まあ、僕もなんか時間がなくてあれだったんで1回だけなんですけど、まあ、それを、まあ求めたと。で、まあ、結局じゃあ得られた概念値の総数はってことなんですけど、何々などは2890個で、漢字の方は、5831個、何々のようなでは、まあ、1000個ぐらいで、何々としてはで、まあ、3800個ぐらいとなりました。とで、じゃあそれぞれ何個ぐらいあったのって感じになると、まず、まあ、一番しっかりと T1 が、まあ、まあ、ある意味セットディスみたいな感じなんですけど、まあ、などのにおいては、まあ、40% を超えるようなものになっています。で、内々のような、内々としては、まあ、大体30くらいということで。で、次に、まあ、内々などのは、この、
F1 ですね。これはそもそもその、元の文がその上位階関係を表す文ではなかったっていう文です。で何々のようなは、F3 はどっちだっけ、まあ、まあ、後で考察の時に詳しく述べます。で何々などのでは、まあ、さっき言ったように元の文が上位関係か位関係を表す文であれば、まあ、比較的に抽出することが、まあ、できる。でじゃあこれをじゃあ判定することが、まあ、今後求められていて、でそれは、まあ、既存の手法、ある手法としては、まあ、などのをのに置き換えた表現が日本語として自然であるかどうかで、これは不自然だったら、確か、上位階関係を表している、自然だったら上位関係階関係を表したものではないっていうので、それのに置き換えて、でそれがまたデータベースの中にあるのかないのかっていうのを、まあ、検索して、まあ、あればみたいな感じ、あれば、まあ、自然であるからこれは、上位階関係を表す言葉ではないみたいな、まあ、そういう方法判別があります。でもこの方法では、まあ、上位階関係を表す分も誤って削除することが あるなどの、まあ、課題も残されています。で、何々のようなっていう、まあ、では後半部が、まあの上位概念の抽出が、まあ、あまりうまくいっていない。何々としては、では後半部の下位概念の抽出が、まあ、あまりうまくいっていないということで、後半部の、概念の抽出っていうのが今後課題、となってきます。で特に何々のようなでは、今回名詞2の方を上位概念として抽出するようにしていたので、今後は例えば名詞1が、例えばさっきの例で言えば種子の2のなどありますけども、もうこういう何ですか、まあ、あらかじめ調査しておいて、その多いやつをなんかリストとか作っといて、でそれが引っかかとか引っかからないかで、どっちの名詞1を取るのか名詞2を上位概念として取るのかっていう、まあ、区別して取るなどの、まあ、改善案が考えられたい、考えられます。で、まあ、大体まとめです。まあ、今回はこのような4種の、手がかり語ってものに着目して、途中文書か上位関係、上位階関係を表す、まあ、思想略ってものを構築しました。で、何々などのっていう、まあ、もので約 40%、何々のような何々としては、では約 30% の、まあ、精度で、まあ、抽出できたと。で、手がかり語ごとに別の改善案を適用すべきことが必要であるということが分かりました。以上で、終了します。